板垣修理助は戦国時代の武将。海、武田氏の家臣。板垣氏着流。父は海源氏流のおぞし出身で、武田信玄の命によって板垣氏の名跡を継いだ板垣信康。母は板垣信方の娘。板垣信康は田中城の主として牙を預けられ、田中の板垣殿と呼ばれた。 山梨県の藤尾室浅間神社や長野県の生島、足島神社に、反物や、起承文が伝わっている。1575年6月29日、上野国民の和城の城代、内藤正秀が、長篠の戦いで討ち死にしたため、板垣信康が在城。修理助も父に付き従う。武田勝よりは、上野支配を、白井城代、真田正幸と、美濃和城代、 板垣信康に委ねた。武田氏滅亡後の1582年、真田正幸に仕え、天正13年品の国上田の合戦で、奮戦したが、1600年、真田正幸が、関ヶ原の戦いで西軍方についたため仕掛かい駅となり、飯抱えを解かれる。その後、修理助は、仕官をしなかったが、板垣修理助の子、半江門が、1605年、 堀尾忠春に仕え、さらに、1635年、板垣修理助の外孫、諸星信主が、幕府の御所院番より木に飯加えられた。半江門の子、平門の時に、堀尾家の飯抱えをとかれたが、平門の子、板垣ともさだが、1651年、前田俊常に仕え、以後は代々加賀藩士となった。ありがとうございます。